ヘパトシスティスはアピコンプレックスモンに属する寄生性の原生生物である。媒介者はヌカカであり、哺乳類の肝細胞や赤血球内に寄生する。分類学的にはヘパトシスティス属におよそ25種が知られている。肝臓で直径1ミリメートルから数ミリメートル程度のメロシストと呼ばれる小結節となり、肉眼でも肝臓表面に観察することができる。 顕微鏡的には、メロシストの周囲に抗酸球やマクロファージが集結しており、局所的に繊維化や出血が認められる。成熟メロシストの中央部は、エオジン酵素目性の液胞が大きく発達し、周縁部には大量の娘虫体が生じる。赤血球中では、マラリア原虫のものとよく似たリング体となるが、マラリア原虫と違って、 無性生殖を行わずに常に生殖母体を形成する。生殖母体は赤血球よりやや大きく、死性生殖母体の方がやや大きいが、細胞核は有性生殖母体の方が大きい。中間宿主は哺乳類で、強ビザルやコウモリが多く、それ以外にカバやリスが知られている。収縮主はヌカカの中でもカルコイの属である。 感染から血液中に見出されるまでの潜伏期間は2ヶ月程度で、1ヶ月程度で自然に消失する。普通感染動物に発熱は認められないが、貧血を起こす場合がある。ヌカカが、哺乳動物を吸血した際に、スポロゾイトが唾液と共に侵入する。まず肝細胞に感染し、1ヶ月から2ヶ月ほどかけて、メロシストを形成するが、脾臓や肺で発育する場合もある。 メロシストから放出されたメロゾイトは、他の肝細胞に再感染するほか、赤血球に感染して、リング体を形成する。リング体は、栄養体を経て、子有の生殖母体となり、それが、ヌカカに吸血されて、配偶子となり有性生殖を行う。オーシストは主に頭部の血体光に生じる。アピコンプレックスモンブこの異動つま重血放出注目に、属し、 研究者によりプラスモジウムかまたはヘモプロテウス化にところを属させる。なお、分子系統解析の結果から、ヘパトシスティスは、哺乳類を宿主とする、マラリア原虫の一部が特殊化したものと推定されており、ヘモプロテウス化とする場合には、生物の系統を反映できない。以下に、ヘパトシスティスに属する種とその宿主を例示する。ありがとうございます。